片岡義信と申します。ジュエリーのデザインをして作っています。皆様が思ってるようなジュエリーブランドというのがあったとしたら、少しだけちょっと期待を裏切るような、こんなブランドがあったのかということを、他にないものを作ることを常に心がけています。アトリエで作っていて、それでお客様に渡すみたいな、ここの距離がすごく近いんですね。カンカンやっているところが割と身近に感じられるかもしれないです。割と僕が作っていて、それを写真撮って売るっていう、すごいシンプルな会社だと思います。片岡明子です。セールスアソシエート、主に販売と PR 担当しております。で、今こちらの目黒区の都立大学と、あとニューヨークですね、そちらで2店舗でやっております。社員数は7名、ニューヨークと東京含めてもそれぐらいの人数で。アートデパートメントでフォトグラファーとレタッチャーを担当しております青木と申します。弊社の CEO と話す機会があり、その時にジュエリー業界では大変珍しくグローバルでテクノロジーに特化しているような、そういった印象を受けました。企業の一員として働きながら、自分のグラフィック制作の技術向上もできるのかなと思い入社いたしました。弊社は社内で撮影からそのレタッチまで全部一貫して行っています。基本的に全ての業務に関して外部委託するのではなく、インハウスで一貫して行っているのが特徴的だと思います。与那嶺高臣と申します。担当はプロダクションマネージャーをさせていただいております。具体的な業務内容としましては、生産管理や出荷業務などを主に行っております。片岡の担当営業をさせていただいていたんですけれども、会社を転職することを考えていた時に誘っていただいたというのが入社させていただいたきっかけですね。社内の雰囲気は、片岡がもともとその創業の時から、アットホームな一つのテーブルを囲めるぐらいの人数でやっていきたいという気持ちがあったので、あとは外国人のスタッフも中心メンバーでおりますので、そのような海外のようなオープンな雰囲気があると思います。で、英語だけじゃなくてフランス語も飛び交うような、そんな職場です。一人一人が個性的なメンバーが集まってるなという印象で、ユーモアが溢れる環境だとは思います。ただ仕事に関してはそれぞれのプロフェッショナルな分野で、集中してやってるので、いい意味で緊張感がある、そういった感じだと思います。社長含めスタッフ全員、とても家族を大切にしてるなっていう印象があるので、人を大切にしてくれる会社だなっていう印象がとてもありましたね。丁寧な方できてれば、ジュエリーはどうしても高額なものなので、記念日に買われる方とかが多いので、コミュニケーションとか人の距離感を取ることを楽しめるような人が来てくれるといいなと思います。どんどん吸収していくことにやりがいを感じられる方は、とてもこちらとしても頼りがいのある存在になるのではないかなと思っております。ジュエリーの撮影ってかなり特殊で、片岡の扱うものって結構珍しいものも多かったりするんですよね。ちょっと風が自分の息だとか風とか吹くだけでも曲がっちゃうんで、そういう作業も苦じゃないっていう方はすごく向いてると思います。月並みかもしれないんですけれども、お客様に感謝されるっていう時がやっぱ一番嬉しいですし、すごくいいお客様に恵まれているっていうのが、私だけでなく他のスタッフも本当に幸せなことっていうのはよく話はしていますね。本当にシンプルなご結婚のリングでも、それをどう選択するのかっていうのを、大げさかもしれないんですけれども、その方の人生を肯定するような、やっぱりそういう時間にしてほしいっていう思いがありますね。私今一人で作っていて10年経ちますけれど、日本だけではなく海外に広げることを念頭に置いて、実際売り上げも半分以上ありますし、ちょっと変わってる会社かもしれませんが、ジュエリーに対する知識とかは正直そんなに求めていなくて、それぞれの持ち場のプロフェッショナルであることを求めています。ご応募お待ちしております。よろしくお願いします。